皆さんこんばんは、 MK です。スプラトゥーンヒーローモードパート7やっていきましょう。今回はステージ10インクレールの摩天楼綱渡りだよ人生はからやっていきたいと思います。なんかサブタイトルが徐々にふざけているような気がするんですが、結構スプラトゥーン2とかオクトになってくるとふざけようがやばいですよね。はい、そしたらこの先進んでいきましょう。ミステリーファイルを逃さないようにするよ。 OK。 ああやって相手が攻撃する前に攻撃するのが一番賢いですよね。はい、そしたらインクレールを渡って進んでいく。インクレールは人生ですからね。はい、じゃあここジャンプしていきましょう。おーっと、なんだ、レールが敷いてある。これはおー、なんかすげーかっこいいんですけど、あの上を行くんでしょうか。はい、ここもパーッとインクレールで進んでいくんですが、そういうことか。インクレールに隠れながらこいつを攻撃していく。 OK、うまいけど待って、インクレールをうまく使えていたかといえばちょっと微妙でしたね。待てよ、こういうところにあったりすんだよ、ミステリーファイルが。ないか、こういう下めちゃくちゃ怪しいんですけど、何もありませんでした。そしてこの BGM めっちゃ好き。なんかビルとか思いっきり壊れちゃってるけど、まあ人間のビルなんでしょうね。はい、そしたらこの上に登ってインクレールで進んでいきましょう。電線もあるのか。あ、これあれか、あの電車の上にある電気ビリビリマンなんでしょうか。まだいるよね、いるよね。はい、じゃあここ待て待て、落ち着け落ち着け、2匹倒していきましょう。 OK、 容姿生かしておる、生かしておるのはいいんですが、ミステリーファイルは本当にないの。え、怖いんだけど、本当にない。じゃあ進むよ。なんか全部塗れば出てくるとかそういうのないよね。いや、さすがにないと思う。そんな意地悪はしてこないと思っているんですが、はい、そしたらこの先行きましょう。踏切、踏切ってことは、なんか非常ボタンがありましたよ。はい、チェックポイント取りまして、やっぱりこれ電車が、電車走ってる。え、宙吊りになって電車が走っているんですけど、どういう状況なんでしょうか。待って、こういう、おーっと、駅名がなんて書いてある、よく見えないけど。はい、じゃあここ進んでいきましょう。まずはここバーッと打って、 OK、 いいよ、バタバタドドドド、そこにいる、素晴らしい。ミステリーファイルは何もない。本当に怖すぎるんだけど。え、逃すって、これジャンプしちゃえば終わりなんだよ。とりあえずジャンプするよ。はい、ジャンプして進んでいきましょう。ミステリーファイルは序盤で手に入った方がいいんだよな、あの精神衛生上。はい、そしたらこの先進んでいきましょう。はい、ここパーッと行って激突してくる爆弾ちゃんがいるよ。はい、じゃあここも全部塗っていきましょう。ほんと、あ、待って、わかったかもしんない、こっちでしょ。 OK、 絶対これだ、ミステリーファイル。今カメラが怖いよ、カメラのせいで。ちょっと待って、怖いんですが。 OK、 とりあえず手には入ったんで、この先進んでいきましょう。なんで電車走ってるんだろう、モノレール的なイメージなんでしょうか。はい、そしたらここも攻撃して、やめて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 。 OK、 案外いける。なんかあと面白いものないかな、周りに。結構こういう周りを見ていくの MK さん大好きなんですが。はい、じゃあここもパーッとインクレールで進んで、絶対最後だよ。待て、スパショがある、スパショをゲットしつつやっていきましょう。スーパーショットあるよ。はい、スパショで1発2発 OK、 3発4発5発6発7発あーまばば8発 OK、 いいね MK さん、ナイスエイム。そしたら待てよ、他にはなんかないか。あ、周りこれいけないようになってんの、いけないようになってないんかい。なんだよ、特になんもなさそうですね。いくらがさ、いっぱいある、なんだ、箱みたいなのが全部のステージにあるんじゃないかなと睨んでいるんですけど、ないんでしょうか。はい、じゃあここもパーッと進んで、まだ続くんかい。さっきので終わりだと思っていたんですけど、電池のまずは上におるぞい、わかりました。 OK、 こういう感じでいきましょう。なんかこれジャンプの時にこうやって倒しちゃうとかっこいいよね。はい、じゃあここもパーッと進んで、こいつもまたパーッと倒していく、かっこいい。MK さんかっこいいよ。はい、そしたらここも電池のまずこうやってゲットしていきたかったけど無理でした。最後の最後はかっこつけれませんでしたが、とりあえずクリアしました。インクレールの摩天楼綱渡りだよ人生は。なんかね、ふざけがふざけがすごい多くなってきたね。はい、じゃあミステリーファイル読んでいきましょう。海面上昇により地上の生物は生き絶え、誰もいなくなった大地にイカの祖先はその10本足を踏み入れる。こうして軟体世紀は幕を開ける。あ、なるほどね、イカがこう徐々に人間の姿になっていく。ちょっと気持ち悪いな。一番真ん中とかその次のイカと人間の中間あたりが気持ち悪いんですが、こうやって軟体世紀、新世紀ですね、軟体世紀は幕を開けたんでしょう。はい、そしたら11番なんですが、スペシャルウェポンは R を押したら発動者、ゲットしたら好きなタイミングで使うが、分かりましたけど、11確かあそこでしたよね。そう、前回ね地味に見つけてるんですよ11は。はい、じゃあこっちにパーッと来て11のところに向かっていきましょう。こういうところも落ちると危ないからね、多分ダメージは食らわないと思いますけど、11番秘密の透明ストリート、大切なものは目に見えない、やっていきましょう。
なんかちょっと深いか。大切なものは目に見えないね。そう、なんだ、愛情とか絆とかそういうね、友達関係というか、そういうのは目に見えないということだと思いますけど、なるほど、透明なのね。ヌヌータコどもめ、道を隠しおったか。そうなんです。あ、なるほど。オクタリアンがいるね。待てよ、オクタリアンを倒したい。ボムでどうでしょうか。オッケー、いいねいいね。こういうのはね、ボムを積極的に使いながらやっていきましょう。エータコプターも攻撃していく。ミステリーファイル、待てよ、透明になってるの怖すぎる。ここに、待って、地面あったっぽいね。これを使えばもっと簡単だったと思うんですが、はい、じゃあこの先進んでいきましょう。ミステリーファイルありませんか。はい、その前にこの辺を壊して、あべべい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 、怖っ。はい、じゃあ待って待って、何何、おっとタコ、おっとっと、今待って待って待って、空中を歩いてくるのは卑怯では。私まだそこが道かどうか分かってない状況ですからね。オッケー、はい、道を発見したので、この先も進んでいきましょう。タコプターが怖いよ。はい、こいつも攻撃して中間ポイント取っていく。ここは何なんだろう、どういうモチーフなんでしょうか。よく分かんないけど、たこ焼きを倒していく。たこ焼きっていう名前じゃなかったと思いますけどね。はい、そしたら待て、怖いな。ミステリーファイルないか。これなんだ、岩、ちょっとよくわかんないけど深海的なイメージなんでしょうか。はい、そしたらこの先に進んでいく。おっと、壁があるよ。え、どういうこと、壁で全然前に進めないんですが、パーッと行けば抜け道発見。なるほどね、あそこ以外は全部壁なんでしょうか。あそこ以外は全部壁でした。はい、じゃあここを進んで隠し通路を見つけたぞ。待って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 、あばばいべいべいべい。はい、この辺も全員倒していきましょう。うまい。いや、本当にヒーローモード極めるとね、縄張りバトルとかガチマッチ上手くなるから、ぜひ皆さんも、ヒーローモードやってない方いたらやってみてください。なんですが、はい、ここもジャンプして、うーわ、なんも見えねえ。なんも見えないのはきつすぎないか。ほっそ、道が全く見えんの、ほんと大変。待って待って待って待て、ここでお前らはやめてくれ。待て待て待て、今道を探すので精一杯なんだ。はい、そしたらこの辺も道をしっかり見ていきましょう。怖いよ、何、怖い怖い、やめてやめてやめて、ほんと勘弁して。なんかこういうドドドドドドメイベ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 イ、道が見えない系ってね、マリオのテレサのステージとかでもたまにあったりするんですけど、そういうのを思い出しますね。危ないよ。そう、マリオも、いや、スプラトゥーンはね、これ実況するのはあれですよね、オクトブリ。そう、スプラトゥーンの、スプラトゥーン2のオクトエキスパンションか。私全部、全ステージ完全クリアまで実況しているので、ぜひまだ見たことない方いたら概要欄の方に貼っておくので、ぜひご覧ください。待てよ、怪しくないか。こういうところに道があったりするんだよ、こういうのは。大丈夫、なんかあそこにインククリーナーがいるの気になるんですけど、大丈夫か、本当に周りになんかあったんじゃないだろうな。ミステリーファイル取りに戻る方が時間かかっちゃうからさ、なるべく時間かけてもいいから一発で行きたいんだよ。こういうところは何もないね。怖すぎるんだけど。はい、とりあえずフグ、お前もいるんかい。やめやめ、でい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 で、いるのは先に教えてくれ。はい、そしたらこの先も進んでいきましょう。こういうところが怪しいんだ。なんもないな、怪しみすぎ。いや、怪しみぐらいでちょうどいいというね、感じだと思いますが、なんかいるんだろう、どうせ。何これ何これ、アーマーゲット。電池ナマズが近いぞ。近いと困るんだわ、電気ナマズ近いの。あ、やばい、めっちゃ近い。うっそ、え、待って待って待って、インクナマズ、インクナマズじゃねえ電池ナマズ近いと困るんだって。ないの、ミステリーファイル。うっそ、ゲットしてないけど。とりあえず先まで進む、先まで進んでから考えようか。はい、1体2体、ここで隠れて3体目。 OK。 あば、ははは、インカちゃん、イカちゃん、ちょっと今焦ったな。待てよ、これ上になんかあるか、逃した気がするな。マジか、わたたたたたた、お前もいたね、そういえば。そしたら、はい、ここ上に進んで、さっきのイカを倒していきましょう。マジか、ミステリーファイル逃したくさいぞ。はい、アーマーはゲットしたとして、こいつも倒して、逃すの勘弁してほしかったな。はい、じゃあこの辺も全部倒していきましょう。はい、でこの辺も壁ができたところを見計らって、はい、この辺も倒していく。壁で今見えないでしょ、見えないうちに倒しましょう。え、まだいるんかい。待て、待て、待て、やめてやめてやめて。はい、ここパーッと打って、やめて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 。はい、ここもパーッと打っていきましょう。アーマーが壊れたよ、アーマーが壊れたけど、まだなんとかなる。え、終わった。待て待て待て、終わった、ミステリーファイル。嘘でしょ、うーわ、やってるっぽい。ないよね、やらかしたよね、これね。うーわ、マジで言ってる。え、ない、この辺に。ないか、うーわ、やらかした、やらかしてるっぽい。
探すかじゃあ。もう全然見当つかなかったね。今結構慎重に来たんですけどね。え、待って、まだ諦めきれない。 MK さん全然諦めきれないんだけど。いや、ないわ、さすがにないわ。うーわ、マジか、しゃなし。よし、じゃあとりあえず一回ゴールしよう。で、ちょっともう一周だな。秘密の透明ストリート、大切なものは目に見えない、クリアしました。うーわ、マジか。じゃあちょっともう一周して探してきます。待って、わかったっぽい、これだろ。うーわ、むずくねそれは。待って待って待って、あそこに足場があるっぽいですね。うーわ、やば。これさ、塗っちゃえばわかんないんだよ。ほら、塗らない状態だったら見えるとかっていう仕掛けでした。マジか、ちょっとそれはわかんないな。はい、ミステリーファイルゲット。よし、じゃあゴールしていきます。はい、オッケー、クリアしました。今の難しすぎたな。いや、久しぶりに逃した。なんか一番最初あたりちょっと逃したけど、それ以降全然逃してなかったよね、ミステリーファイル。うわ、マジか、こっからコンプリート行きたかったな。よし、じゃあ読んでいきましょう。年に2回行われるハイカラコレクション、その生かしたファッションに街の若者の目は釘付け。バトルとファッション以外に考えることはないのだろうか。確かにね、これ越前くんがちょっと今すげえスタイルいいんですけど、クラゲだからいろんなスタイルに変化できるんでしょうか。はい、そしたら次のステージ探していきましょう。と言ってもここか。はい、ここをパーッと行って、どれだこれ、あれ、12がどこかにあるはずなんですが、これ上に登るとボス戦っぽくない。とりあえずこっち側進んでみましょうか。はい、こっち側に行って、これが12番なんでしょうか。14番、全然違うな。12どこ、12はこの上か。とりあえず上行ってみますか。ちょっと待って、上に登るにはここですね。はい、じゃあここをパーッと塗って上に進んでいきましょう。あれは、あれはいいのか、あれはクリアしたやつか。はい、そしたらここパーッと上に行って、ここボスだよね。そうだよね、あれが14番。ないって。これでとりあえず下行く。下行ってもまずいな。こっち側、こっち側のどっか。12番が見つからない。はい、パーッと塗って、あれか、確かにあそこ行ってないぞ。待って待って待って、はい、じゃあこの辺パーッと塗って、ここ飛び込んでいきましょう。ちょっと今ズルしたような気もしますが、あっぶね。はい、じゃあここパーッと塗っていきますよ。これは10、あ、12番だ。じゃあ次回こっからですね。12番岩場のタコ動作、主なき暴走マシンからやっていきたいと思います。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。